皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地のプレイ動画31です。前回までのあらすじは、夏で、ミステリーイベントを含め、住人の人たちとのイベントが盛りだくさんでした。ツッコミどころ満載で、牧場をほったらかしにしてもたな。なので、少し牧場をきれいにしています。確か秋からは、人参育てるんやったっけ？そうです。あと3日で夏も終わっちゃいます。ちょっとスプリンクラー足りひんのちゃ。そうですね。スプリンクラーは足りないので、追加する必要があります。後で作りましょう。そういえばすっかり忘れてたんやけど、初めに乗っていたバイクってどうなったん？あれは、町発展レベルを上げる必要があるようです。レベル7まで上げることで、イベントが発生するようです。レベル 7？ ビューティーサロンができるのが、レベル3で。ビューティーサロンが増築されるのがレベル5です。ってことは今はレベル5以上やな。はい。レベル6はベンチが新しくなるので、今はレベル6です。ってことは、あとレベル1つ上げたら、バイクのイベントになるんやな。そうです。近々イベントが発生すると思います。そういえば、半月前ですが、アップデートが配信されて、ロード時間が短くなりましたね。加速しているから、ほぼわからんかったけど、そういえば早くなっているかもしれんな。その他の更新データは、まだ恩恵を感じられないですが、特にフリーズもしてないよね。それでも全部解消されたわけではないんやろ？はい。セーブデータが破損する問題や進行不能になる問題は、4月中旬に治るそうです。あ、とうとう、メーカーの連続生産ができるようになるん。それはまだ未定ですね。あれやな、いつの間にか、種メーカーも20個揃ってるやん。はい、ここは、秋を迎える準備がバッチリです。今は、動物の小屋を増築できんが、金銭的に。種買うので、ギリギリなので難しいと思います。新たなイベントです。こちらもミステリーイベントです。魚人が出たって。このゲーム、声優さんが喋ってくれたらもっと盛り上がるのにな。いつの間にか決まり文句ができてる。2人の推理で解決じゃないの？今までの感じだと何かの見間違いでしょ。謎の深海魚、そっちの方が気になるな。美味しいのかな。いつもの定食は深海魚だったのかな。めっちゃ興味ない感じやったな。今回は木材が納品物のようです。木材で、要塞って、石とか鉄とかの方がいいんじゃないの？どの木材かわからないので全種類持っていきます。硬い木材でした。さて、何をしようかな。あ、そうだ。改良型スプリンクラーを作れるようになるために畑を破壊して再度掘ってみましょう。あと、無駄に水やりしてみましょう。ちょっとだけ経験値が入りましたが、あまりたくさんは溜まりませんでしたのでやめます。そうするより作物育てた方が合理的なんやろうな。あまりやることもないので、強化した釣り竿で何が釣れるか見てみよう。普通にニシンが釣れました。何か珍しい魚が釣りたかった。そう簡単には釣れんって。さて、これで、ほぼ全範囲の水やりがカバーできました。完璧やな。
これで秋を迎える準備は全部整いました。お金、畑、種メーカーやな。夕方になってきましたので、スタミナ消費して寝ましょう。このゲームって1秒で1分が過ぎるんやけど、結構夕方から夜って自然と暗くなるよな。影とかちゃんとできているの好きですよ。太陽が見えるわけではないけど、影の移動とかも細かなところちゃんと作り込んであるな。どうして食事は魚なのでしょうね。途中で予算が足りなくなったとかかな。だとしたら発売後に修正もできなさそうだけど。それは制作予算ではなく運用保守の予算だから別なんじゃない？そういうものですかね。お、ちゃんとトマトは収穫できたやん。見る限りいくつかは収穫できずに秋を迎えそうですけどね。ちょっともったいないことしたな。100万貯めるってのも大きい目標でいいんやけど、旧車の改築とかの方が先じゃね。どうしようかな。それでもいいのですが、家畜も増やすとそれなりに手間がかかるので。畑だけで精一杯ってことやな。様子見つつ考えます。さて、町の前に金を入手するために鉱山へ向かいます。今回は無防備に行くんじゃなくて、ちゃんと料理持ってるやん。はい、スープでスタミナの消費を抑えるのと、メイン料理で回復するのと持ってきました。結構いけそうやな。結構ギリギリでしたね。食べてこれやもんな。普通に採掘してたら結構ギリギリな設定やん。料理によって回復量が違うのかはわかりませんが、メインディッシュを食べると満腹になるので、スープから食べる方がいいです。デザートは別腹なので、余裕があるならデザートを大量に持っていくのが一番良いとは思います。お金持ちになったら素材を大量に買って作ってみような。そうですね。と、そうこうしている間に夏の最終日になりました。結構作物村になってしもたな。それなりにインゴットも作成できたので満足です。町へ繰り出してイベントをこなしましょう。ただ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価頼むて。見てくれて、大きにやで。